税務署の法人課税部門で企業の税務調査を担当しています。納税者の皆様から提出された申告書の内容が正しいかどうか直接企業を訪問して調査を行います。社長さんからお話を伺ったり実際に現場を確認しながら取引事実を確認するという仕事です。調査なんて聞くとちょっと難しく聞こえちゃうかもしれないんですけど大丈夫です。国税庁では研修プログラムが充実しています。一人前の国税調査官となれるよう職場がしっかりサポートしてくれるのでこんな僕でも安心して仕事ができています。せっかく申告していただいたとしても税金が国に納められないといけませんよね。私は納税しようとする意思はあっても困難な事情がある方には親切丁寧に、逆に納税する意識が低い方には毅然とした対応することで滞納となった税金を徴収しています。そのため私たちには捜索や財産の差し押さえといった強い権限が与えられています。財産を隠したりして故意に納税しない方には財産を差し押さえるなどの厳しい処分をしなければなりません。やっぱり正直者が損をするような世の中にはしてはいけないと思います。グループ規模での不正計算が考えられる企業などに対しては我々国税局の専門部署が調査しています。我々は税務調査のプロとしてこれまで培った経験をもとにいろいろな情報を分析したり入念な準備を行って調査するんです。不正の全容を解明するまで徹底的に調査する。チームで不正の全容を解明した時の達成感が次につながるんです。善良な納税者のためにこれからも頑張ろうと力が湧いてくるんです。通称マルサと呼ばれる我々査察官の仕事は悪質な脱税者に対する刑事責任を追及することで申告納税制度の最後の砦と言われています。強制調査では数億円もの現金や金塊等さまざまな財産が発見される場合が多くあります。このようにして発見した隠し財産や証拠をもとに脱税者を追及して不正を暴いた時には本当に大きな達成感を味わうことができます。こうした脱税事件は新聞やテレビのニュースで報道されるほど社会的関心が大きく事件解決の一因となれる国税査察官は非常にやりがいのある仕事です。